はい、こんにちは、ブルボスです。本日からね、Biohazard 4やってまいりましょう。ということで、まあ、早速オープニングムービーが流れているんですけれども、あのね、前回の RE3 の最後にもお話をしていた通りなんですけど、まあ、バイオハザード RE4 がね、いよいよ3月24日って、まあ、いよいよって言っても、まだまだ2ヶ月くらい先の話なんですけど、まあ、販売するということでね、まあ、その振り返りプレイというか、まあ、復習というか、まあ、YU4 ってこんなイメージだったよね、ということで、皆さんと一緒にね、楽しんでやっていきたいなというふうに思ってます。で、まあ、プラスアルファで一応、その、まだね、実況の中でプロフェッショナルをクリアしたことがないというか、まあ、僕、なんだっけ、Wii とか、ゲームキューブとかではもう何週も何週も繰り返しやったんですけど、まあ、まだね、この Steam の中ではプロフェッショナルをクリアしたファイルっていうのがないので、まあ、その、なんだったっけ、その最強レーザーを手に入れる、なんとか12とか42とか、もうこういう名前がパッと出てこないあたりが、もう加齢によるものなのか、それともバイオアイが薄いからなのかっていうね、ところはあるかもしれないんですけど、まあ、まあそんな話はいいとして、まあ、それを手に入れるためのね、大冒険に出かけていこうというふうに思っています。ただ、まあ、ちょっとね、マウスでの操作っていうのが、これまでのコントローラー操作と比べるとちょっと若干やりにくいっていうことで、ハンデをもらってます。はい。何のハンデかっていうと、マフィアになったレオンということとで、色気ゼロのアシュリーでプレイをするということで、まあ、ムービーシーンでね、アシュリーの色気のね、白いおパンツっていうのをね、やろうと思ってますんで、で、まあ、それを手に入れて、プレイしていこうかなというふうに思っています。はい。ということで、ね、せっかくなんでね、楽しんでいってください。ということでね、まずはね、バイオ4すごい好きですよっていう方とかね、あ、なんかプロフェッショナル頑張ってねっていう方はね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンで応援をしていただけると嬉しいです。なんか最近じわじわね、バイオ関連のね、動画じゃないところで、なんか、チャンネル登録数が伸びててるんですけど、ぜひね、メインでやってるこのバイオのね、のほほんとした実況でもね、ぜひチャンネル登録が増えると嬉しいなというところです。はい。ということで、お供のコーヒーを飲みながら、オープニングムービーでも見ましょうか。うん、本日の、お供はですね、このくっそ寒い中でのアイスコーヒーということでね、まあ、なんだかんだね、室内で、まあ、暖かいところとかがいると、まあ、アイスコーヒーがいいなとは思ったりするんですけどね。うん、まあ、外に出かけたりするとね、ホットコーヒーとか飲みますけど、皆さん何が好きですかね。まあ、なんか、嫁さんの影響があって、僕、1、2年前とかまでは、まあ、タリーズの方が好きだったんですけど、まあ、なんだかんだ、こう、だんだんスタバに、まあ、近所にスタバしかないっていうのもあるけど、スタバに飲み慣れていったら、スタバのコーヒーもうまいんじゃねってこう思い始めてきてね。たださ、なんだろうな、こう、いろいろその、紙パックに入っているものを、こう、袋破いて、お湯を上から垂らして、こう、ね、引き落としていく、なんて言ったの、蒸らしていくタイプとか、あとはその粉をこう、ぶちまけて、そこにお湯をぐわーっと、やって混ぜるタイプとか、あとはまあ普通にペットボトルとか缶コーヒーとか、まあいろいろなタイプがあるけど、結局なんだかんだね、ネスカフェの、ペットボトル 900ml のやつが個人的には一番うまいなって、今、まあ、一番ではうまいとは思わないけど、なんか、いろいろこう飲み試してた中で、こう着地点そこに来るみたいな、そんな感じだったりするんですよね。うん、結構中年バラだね、ビールバラだね。なんかスペインの人たちって、その晩ご飯の時間すごい短いけど、お昼なんかゆっくり食べる人たちみたいならしくって、なんか1時間とか2時間とか、まあ1時間普通か、2時間とか3、なんかそのくらいの時間かけて、で昼からワインとかも飲む人とかもいっぱいいるらしいんですよね。だから実際僕もバルセロナ行ったことがあるんですけど、確かに昼にすごいこう、ね、老若男女関わらず、あれこの人たち仕事しているような年代の人たちじゃないのっていうような人たちでも、関係なくね、その、露店とかに繰り出して、なんかワイン買って飲んだりとか、あとね、やっぱり海外の人たち、まあこれ多分スペインとか、まあイタリアも行ってみたんだけど、なんだろう、まあそういうそのヨーロッパの特徴なのか、たまたま行ったその2カ国がそうだったのかわかんないんですけど、なんか目の前でその、まだ何の調理もされてない食材を一からさばいて、で、料理をしてくれるっていう、食事を作ってくれるっていうのが、なんか、例えばパエリアとかピザとかね、パスタとかも全部そうなんですけど、ね、はい、ギャングレオン。はい、ということで。イングリッド・ハニガンね。まあ、バイオシックスもね、やっていこうと思ってるんですけどね、ハグリッドじゃねえや。急にヒゲもじゃもじゃ男の名前出しちゃった。うん。まあ、ハニガンのね、全体像を見たいという方に関してはね、バイオ RE4 またはバイオ6もね、見ていただけたらというふうに思います。まあ、これね、実況が終わったら次はバイオ6を、まあ、RE4 が発売するまでやっていこうかなと思ってるんで、まあね、何日かけてこの実況が撮れるかっていうのはわからないところなんですけど、まあ、一旦やっていこうということで、さて、
アイテムはこんなもんか。これはでもノーマルとそんな変わらないかな。ノーマルもこんなんだったよね、確かね。うん。じゃあ早速進む。あー、やっぱあれだね。ほら、RE3 とか RE2 ってさ、360度カメラでくる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 って回れるじゃないですか。だからバイオ4って、サードパーソンシューティングだけど、ちょっと固定されてる角度までしか行かないから、見た。レオンの早着替え。そっちじゃねえ、バカって言われてるけど、レオンとさ、その運転席のさ、人が会話してる時さ、レオンが一瞬、旧コスチュームというか、通常コスチュームに戻ってたよね。はぁ。うん、まあいいや。じゃあ、早速進んでいきましょう。まずは、ハントの時間です。あ、そう、逃げられた。地味にコントローラーと比べるとね、素早く狙いやすいと思いきや、あまりにもちょっとレーザーポインターがプシュンって動きすぎるから、若干やりにくいって、逆にやりにくいっていうパターンもあったりするんですよね。さてさて、じゃあこのまま進んでいきましょう。ここって毎回その一応確かめに来るけど、やっぱなんもないよね。そうなんですよ。なんもないパターン多いんだよね。これさ、入る前にさ、いきなりさ、ガッシャンとかやったらさ、ね、おっさんね、何の、こう、何事もなかったかのようにさ、こんな薪くべてるのかな。あ、なんだっつってさ、いきなりさ、何っつってさ、来たりとかしないのかね。そういうなんかちょっと特殊パターンとかあっても嬉しいんだけどね。ということで。いやー、てかこの家さ、普通に考えればさ、ここにリビングがあって、2階にさ、ちょっとした、机が置いてあるスペースくらいしかないわけでしょ。ね、この時はなんか普通のおっさんって感じだよね。てか普通に会話ができてるよね。これ以降出てくる人たちはさ、みんなさ、レオンにさ、問答無用で襲ってくるわけじゃないですか。ね、この時だけ普通に行くか、スペイン語と英語だっていう違いがあったとしても、ちゃんと会話してるもんね。冷静に考えようぜ。この家どこで出るんだ。ふいー。あちょ。あれ。あちょ。ちょっと待って、蹴れない。ういー。アクションボタンがね、E とか F とかね、そのゲームごとによって、こうちょっとずつ異なってくるから、若干これ最初リハビリだな。慣れるまで大変かもしんない。もしかしたら、村中央ではもう惨殺処刑されまくるかもしんないけどね。まあまあいいや。OK。Sit。ああ、でもこれであれだね。早着替えタイム。ネクタイの巻き方いろいろあるけど、この巻き方が一番好きかもしれない。結び目のところが一番大きくなるから。でもなんか僕はもうちょっと楽な結び方があるから、そっちに別のやり方してるんだけど、なんかネクタイの巻き方にもいろいろ名前があるんですよね。なんだったっけかな、もうわかんないけどね。まあそんなこといちいち気にしておられないと。ここにずっといたら、どうなんだろうな。なんとなく、このドクロを見ると、ウジ虫がうりゃうりゃうりゃって湧いてるじゃないですか。あれ見ると、なんとなくゴーストシップっていう映画、あれなんだったか、2000年くらいの映画なのかな。うん。なんか悪魔が、魂を船いっぱいに乗せて、なんか誰かに送らなきゃいけないみたいな。誰だったっけな。サタンに送らなきゃいけないだったかな。なんか死神とサタンとだったらどっちの方が上かっていうと、なんか死神の方が、違うな。あれ、どっちだったっけな。ちょっともう名前忘れちゃったな。まあ、とりあえず、なんか何人かこう、まあ、その、登場キャラクターがいて、こう、主人公っぽい、こう、男の人が出てきてたのに、そいつがなんか結構物語の中盤あたりで死ぬっていうのは、あれは当時は結構驚きだった。やばい。危ない。冷静沈着。雨あられ。くるっと折り返る。はい。よいしょ。ああ、そんな。そんなもうご丁寧に起きなくても、おやすみなさい。もう一体は？もうすでに、お亡くなりですね。あれどこ行った？あ、いた。この葉にまみれて、ズンズズン。さて、奴らがどうなったのか、ちょっと眺めに行ってやれ。レオン必殺、早着替えタイム。ちら？覗く。あ、よいしょ。あちら？ねえ。だこの時にね、てか、よくよく考えると、
トラックで突っ込んでって、で、遺体回収、遺体回収というか生きてるまんまあれなのかな、それともこれ落としてから、レオンがここに来るまでに遺体を回収して、一匹は村中央で、まあ、あの、蒲焼きにして、もう一体はデルラゴの餌にしてっていうことを一瞬でやったってことなのかな。そう考えると結構、村人優秀じゃない？まあ、優秀というか、なんか筋肉ゴリゴリというか、ほい。よいしょ、あ、ちょ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 。微妙にその、マウスの角度によって進みたい方向が右に左にずれていくっていう、ちょっとこれ操作慣れるまで結構大変かもしれないね。若干なんか画像が荒れえな。まあ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 。よいしょ。で、もう一体も、よいしょ、OK。チャキ。10発って意外と短いんだよね。短い？少ないんだよね。こいつはもうプロフェッショナルを初めてのステータスでクリアするにも欠かせない存在でこんすよ。はい、プル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 。ワンワン。バイバイ。また後で会おうね。これも RE4 のプロモの段階ではなんかこの犬死んでるんだったっけ確かね。え、まさかのワンちゃんお亡くなりみたいななんかそんなんがあったと思うんだけど。あれ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。これ毎回忘れるんだよね。どれで移動させるんだったっけな。ああ、そこバック、下に。ごめんなさい。ごめんなさい。あの、突っ込んだ方、正しいです。下にバックスペースって書いてあった。うん。確かね、前も、なんか移動のさせ方が全くわかんなくて、どうしたもんかねみたいなのがあった気がする。よいしょ。あ、ちょ、届かない。やばいやばいやばい。ふい。お互い届かない。ウェイ。あれ。あ、3発。あれ？プロだよね。意外と脆い。よし。で、進んでいって、いつも思うけど、ギャング系の人たちって、なんかさ、こう、そう、マフラー巻いてるじゃん。これスカーフと呼ぶべきか、マフラーと呼ぶべきかなんだけど、おしゃれなのかな？それともなんか意味があるのかな？玉よけみたいな、そんな感じなのかな？あ、2体とも来ちゃった。まあ、それは来るか。ほい、オッケー。よいしょ。あ、ちょ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 、あ、一体。うい。うい。オッケー。うい。接近性ではナイフの方が早い。覚えておけ。まあでも、鎌と斧だったらあんま変わらないか。でも、重さの違いだろうね。調べる。女も容赦なしか。なんか、これ噂、ゲームキューブでやってた時の噂だけど、なんか、何周かしたら、こいつがなんか蘇ってくる、みたいな噂を聞いたことがあるんですけど、あれって本当だったのかな？今までこう、何十周もプレイしてきている中で、奴が動いた試しっていうのはないんだけどね。さて、どこに行くのかな？これも一周目にしか出てこないもんね。ちなみにこいつらって、まあ弾もったいないからやんないけど、実際出てくん、あの、撃ったらダメージ食らうのかな？さて、あれ、動かない。チラ？あれ？あ、チラ？おいでおいで。お兄さんと遊ぼうよ。いいお店知ってるからさ。おいで。ほれ。こんなお店。どんなお店？あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。ちょ。下手くそ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 。プルプルすな。プルプルすな。うい。あれ、ちょっと待って。こいつ効かねえぞ。おお、危ね、危ね。これこそまさに、接近戦のワンナイフの方が早い。覚えておくがいい。よいしょ。オッケー。ヒロ。結構弾溜まったんじゃねえかな。弾が溜まった。くだらねえ。ビビッ、オッケー。Leon, how you holding up? そうだよね。そこで、ね、てかもう、一切こう、なんだろうね、にこやかに話さない。まあ、状況が状況だけにニコニコやるような場合でもないか、お互いに緊張感を保つためには、ああいう皮肉った、なんかジョークなんかをこう言うのも、ブラックジョークをなんか言うような環境も、与えるっていうのも一つなんか手なのかもしんないけどね。うん。ということで、早速ですが、中に入っていきましょうか。ほんとすごいよな、この早着替えな。ここまでのコスチューム、あ、そうか、でもそう考えたらあれだもんね。冷静に考えるとさ、レオンの格好はさ、まあ、あの、ムービーシーンでもさ、まあ一つ許せるとするじゃないですか。ねえ。ほんと顔色悪いよな。あの、なんだっけ、クロックタワー、ゴーストなんとかっていうのに出てくるさ、あの、女の子いるじゃないですか。ナイフ持って走ってくる女の子、小さい女の子。あれとなんか似てるよね、このバイオ4のこのキャラクター。
ねえ、ちょ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 、危ねえ危ねえな危ねえな危ねえ な, 危ねえな、ババうい、あ、ちょっと待って、あ、お前食らわねえのかよ、マジか、くそ、あれふっと振り返る、ふっと振り返る、ちょこけろ蹴る、飛べ、オッケー、なめんなよ、よし、まあ、あの弾はジャブジャブ使っても問題ないと思います。あの どうせいずれたまるんです、たまるんです、すす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 、ちょっとき、くっそ、肉壁があったな。まあ、あのイエローハーブが近くにあるはずだから、もうオッケー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 、このやり方はオッケー。ただこれ RE4 だとなんか後ろから組みつかれた場合でもやっぱダメージ食らう仕様になっちゃってるらしいですね。それはちょっと残念だけど、あいってー、ちょっと待って、それは気づいてない、気づいてない、よくわかんない、何を言っているんだ、逃げろ、レッドハブありがとうございます、ごちそうさまです、美味しかったです、ちょっと辛みがありましたね、ういいや、このままあの逃げおわせて終わるなんてそんな真似はしないですよ。ちゃんとぶちのめしていくけど、あれ、あ、いたさあ君たち相手に狙ってやろうじゃないか、うら、いた、あ、後ろからめっちゃ来てたわ、危ねキック、逃げる、弾があと2発しか入ってないんで、チェキ、オッケー、で、ある程度引きつき、近えな、おめえよ、早えんだ、近づいてくんのか、おめえも早えんだ、よいしょ、もう定番の倒し方、ヒット&キック、ヒット、ちょ、ヒット&下手くそ、ヒット&アウェイ、ヒット&アウェイだったっけ、キャッチ&リリースみたいな、ちょ、逃げる、いって、なんだ、誰だ、くそ、使いたくないけど使うしかない、こんなところで俺は死ぬわけにはいかない。これノーデスクリアとかできたら気持ちいいんだろうけどね、さぞかしね、まあ僕の実力は無理っすよ、まあ20回30回くらいは死にますよ、まあ、そんなこともご愛嬌と、そういうことも加味して、あのブルーホース好きよっていう方はね、もうチャンネル登録ボタンとグッドボタンをね押してもらえたら嬉しいです。ぐるん、オッケー、おら、自ら向かっていってやる、おら、ちょっと待って、横のやつ、あ、ちょっと、お前ら、双子だな。双子で、お姉さんがスカーフを巻いてて、なんかそうじゃない人は、あれだな、オッケー。ちょ、やべ、キック。オッケー。キック。オッケー。キック。よし。さあ盛り上がってまいりましたね。次はどうかね。よし、おりゃ。あ、半玉がある。半玉があるから、ちょっと拾いたいけど、その前にキック。上でめっちゃ、あ、じゃなんか しれっと左上から斧投げてきてるやつがいるぞ。そんな遠距離攻撃はずるいっすよ。ねえ。もっと近くで語り合おうぜ。おら。キックとキックで語り、あ、終わった。あれ意外とあっさりしたな。なんか もうちょっと苦労するかなと思ったけど、やっぱあの、普通にしれっとやるだけでいいのかな。なんかすいません。すごい淡白なプレイが続いていましたけど、まあご愛嬌ということで許していただけたら幸いでございます。はい。じゃあね、一旦まあ、この先まだもうちょっとチャプター1は続くんですけど、まあ区切りがいい頃まで来たんで、この辺りで一旦終了とさせていただきたいと思います。まあ、おっさんのアヘ顔も見ることができたんでね、皆さん興奮の雨あられかもしれないですけど、まあ一旦区切りがいいということで、この辺りで終わりにしたいというふうに思います。はい、最後まで動画をご視聴いただきましてね、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、バイオ RE4 楽しみだよっていうね、コメント残していただけると嬉しいでございます。はい。ということで、バイオ、ハズル。ということで、じゃあ、このハニガンとのね、お話が終わったところで一旦区切りにしましょうかね。同行した警官の死体を発見したということで。だが、一体がいないんだ。奴はもしかしたら逃げたかもしれない。奴と合流ができたら、二人で、アシュリーを見つけてさっさと逃げようと思うから、よろしく。わかったわ。彼の心電図が動いてるかどうか確かめに行くわ。ということでね、この辺りで終了とさせていただきたいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。くるくるということで、バイバイ。